と時間があったから、うん、朝9時10時にね磯丸先生に行ったので、普通にあのホッケ定食をね頼んで、うん、来たって思ったらね、隣のカップルがね話しかけてきたの。あ、スカリンさんですかみたいな、うん、めっちゃ好きで見てますみたいな、うん、今別れ話してるんですよねって言われて、え、朝の9時から磯丸水産で出よう、え、なんだそれ、え、嘘、え、うち絶対嫌なんだよ。違う、そういうやつらは、うんうん、しょっちゅういろんなとこで別れ話してるから、あ、そう、そう、わざわざ磯丸水産に行って話そうってだけじゃなくて、いつもしてるんだよ。あ、もうじゃあコミュニケーションが気になってるじゃん。あ、そうてっきりさ、もうなんか真面目な話してるみたいな感じだったから、え、そんななんか朝からやめてくださいみたいな、だからなんか写真も撮りたいって言われたから、全然これで仲良くなれるならとか言って普通に写真撮ったりしたの。多分全然あの人たちからしたら、てかさ、別れるなら別れようよっていう、そういう愛情を確かめ合い、気まずそうじゃなかったでしょ、二人が。うん、気まずそうだよ。ほら、だってうちさで隠れて手伝えた。気づいてなかった。気づいてんだよ。話しかも隠れてみたいなのが好き。愛得感を感じる。そうバレないように。え、愛深まったんだよ。そう、うちご飯冷めてさ、結構泣いてたんだけど。